からはですね、スポーツカーということでお話をしたいんですけども、まあ、いろんな受け取り方といいますかね、スポーツカーに対しての考え方あると思うんですけども、やはりものづくりというのは、どういう気持ちといいますかね、どういう志で作るかということが大事になってくるんじゃないかと。私も退職してですね、大学なんですけども、自動車工学を教えたり、実は完成工学というですね、山本健一さんが提唱されたものづくりの考え方をですね、これは十数年の学問なんですけども、完成工学と題して話をする中でですね、人の気持ち、人がどういうふうにその商品に対して、思いを持つかということをいかに重視するかということがですね、ものづくりには大切、重要だなというふうに思ってまして、そういう観点から、マツダのスポーツカーってどういう思いで作ってきたか、これはですね、書き物にスポーツカーとはこういうふうに作るべきなんていうものは実はないんですね。もちろんそれは考え方として引き継がれたものがあるんですけども、ということでこういうふうにお話をするためにまとめてみようとしますとね、なかなかそのこうだと、でもしあるとしたらこれはどのカーメーカーがその、定義といいますか理論といいますか哲学といいますかね、そういったものを提示しても作れるはずのものというふうなところに行き着くんですね。じゃあ本当に実現するかどうかというところに各社差があるんじゃないかというふうに思います。でこの、ポール・フレルさんというのは先ほどのお話の中にもとにかくスポーツカーということで、こういう後ろに 787B がいますけど、これ、83歳の時に来られたんですけど、三好へですね、その前にスキーに行かれてて足を骨折してですね、日本に松葉杖のような形で来られたんですけども、これ皆さんでこのレーシングカーにお尻を抱えて乗せてあげてですね、そうすると周回路もですね、実験上の人が計測したら270ぐらいマックスで出てたっていうんですね。それを83歳で足の骨を折ってですね、寝かせてて、でその時にいや右足じゃないから大丈夫だとかですね、ブレーキの足はまずいと思われたとか、そういうふうなことがありました。で、スポーツカーですが、マツダのスポーツカー、この頂点にですね、いろんなとにかく技術を誇示する、どれだけ素晴らしいかということをですね、モータースポーツを通して、皆さんに訴えようということでいろんなレースをやられてきました。最近でも、ロードスターのパーティーレースもありますし、これは全世界で MX5 カップとしてですね、やってます。そういうふうに、過去のいろんなイベントをベースに今のマツダ社にも通ずるですね、魅力的マツダスタイリングのこと、これはベーシックコンセプト、ベースコンセプトとしてですね、それから操縦する楽しさがあること、これがですね、最もベースの考え方、かっこよくないとダメだ、でどう操るかということが大事なんだというのがマツダのスポーツカーの基本にあると思います。そういう思いで作ってきたこの、この RX ビジョンが、どうなるかっていうのは、こういう場で多分マツダの人だとは出さないと思います。 OB だからこういう出してるんですけど、期待も込めてそれをですね、少し年表的に見てみますと、マツダ創業1920年からですね、2018年現在としますと、この1967年にコスモスポーツ、実はこの年に私マツダに入社したんです。ですからこのコスモスポーツ発売、ロータリーの発売の歴史と私の、マツダ人生の年表もぴったりあってですね、いまだに入社時のこの車のセンセーショナルなデビューというのは覚えてますし、それから RX7 でロードスターで8と、ビジョンの機体という、でそれともう一つの、実はこのアクチュアルっていうのとですね、バーチャルリアリティ、今ほとんどコンピューターがないとできない時代ですね。
スカイアクティブもコンピューター、スーパーコンピューターがあってこそできた技術なんですけども、まさにこういうことなんですけど、しかし一方ですね、人馬一体1989年発売からですね、今マツダは人間中心の発想って言ってますね。つまり人間が操ってということをですね、絶対に重視しないといけない。で、手書きの図面とかですね、私が考えた分析といいますか、整理してみると、まあ、1、2、3、4段階ぐらいあるかなと。で、今もこのバーチャルリアリー、バーチャルで物事が開発活動すべて、そういう時代になってますけども、ここに感染性の希薄化って書いて、これこちらへ行けば行くほどですね、もう下がってると私は思ってます。で、一方マツダは人馬一体をベースにですね、人がどうなのかということを重視して今後も行くのだというふうな方向があるかと思いますし、これ非常に OB ながらいいことだと思ってます。で、実はシミュレーションというのがですね、これ1970年代にマツダ初めてですね、車をの SAE に出したんですね。Evaluation of Vehicle Handling and Stability and Computer Simulation at the First Stage of Vehicle Planning。 要は車を設計する初期段階からもう操案性をコンピューターで解析して決めるんだっていうことがですね、私先ほど申しました67年に入りましたね、3年後にはですねコンピューターの中で操縦安定性が見れるようなこういうプログラムを SAE に発表してですね、まあ、もちろんこれは、博士と言われるようなマツダの中枢の人がやってました。でも残念ながらその人たちとものづくりを実際にやってる人たちっていうのはですね、離れてるんですね。ある意味理論はきちっといろんな理論解析をやるんですけども、これがものづくりにどれだけ生きてるかというところに実は私自身疑問を持ちましてですね、これを本当の車の開発に生かさないと意味がないと思いまして、その間をいかにつなごうかということでいろいろやってきました。ちょっと話変わりますけども、先ほど人間中心ということは設計者も車に乗れないといけない、これはオールフレームドライビングスクールって言うんですね。これ小早川さんいらっしゃってですね、なぜか私この言うんです。で、この5人でですね、オールフレームさんを横に乗せて用事の試験場でですね、いろんな評価というか指導をもらいました。で、実は私がエスロというコースでですね、後輪が脱輪してですね、ちょっとタコ踊りになって落としたんですけども、横に乗ってて、ね、平気な顔して乗ってくれてるんですね。私はもう必死で乗ったんですけど、で、終わった時に、君がなぜお尻があそこに出たか分かるかって言われてですね、いや、それは手前の入り口のその車輪の幅がタイヤ1個分外に出てた、あの位置で外に出る原因ができたんだと、あそこを気をつけなさいとかですね、あとは ABS のない車に乗ってここからブレーキ止めろって言ってですね、そうですね、十何メーターぐらいしかないところですね、でそこでガーッとロックするとタイヤに煙がバーッと出てですね、これはスモークって書かれてですね、人間 ABS、タイヤ、煙が出ないように止めなくちゃいかんとかですね、そういう指導をしてもらいました。で、実はこれ山内恭一さんと、これはポール・フレスマツダですね、これ恩師って書いて、まさに山内恭一さんと一緒にほとんど来られました。これ私です。これ山内さんで、これがポール・フレスさんで、小早川さんです。これ実は FD の下から見てる時なんですね。どうしてこんな写真があるかと思うくらい、なんかうまく今日の、ポールさんは残念ながら亡くなりましたけど、で、これは伊豆でですね、ポールさんとポールさん、これがですね、ポール・フレルさんが三好へですね、わざわざ来てですね、 NC に乗りたいとおっしゃってくれてですね、本田さんのお金で東京まで来てですね、じゃあ広島まで、東京から広島まで松田が出そうって言って来ていただいて乗ってもらった時なんです。で、
ジャケットを着てもらいました。さて、松田流の方程式を、まずパッケージング、松田のスポーツカーというのはフロントエンジン、リアドライブ、これだというふうに、かつ重量配分は50対50。で、完成モーメント、低く重心、要ロールピッチの完成モーメントを最小化する。これをとにかく守ること。で、エンジニアリングにおいてはですね、自然の摂理に忠実なものを作る。自然の摂理、つまり、まっすぐなものはきちっとまっすぐ通すとかですね、無理をするとこう曲げてものを通すんですけど、これは決して性能も良くないし、重量も良くなり、場合によってはコストも高くなるということがあるんですね。だからまあ、徹底した軽量化、これもコンパクトでシンプルに作りなさい。ということを、要完成モーメント、マツダはフロントミッドシップって呼んでますけど、これは重心を中心にこう両方向に回る完成力を、遠くにエンジンがいると大きくなる。ミッドシップ、フロントホイールよりも後ろに置くと小さくなる。当たり前なんですけども、これを実現しよう。実はその最初はですね、コスモスポーツだったので、コスモスポーツはですね、940キロでですね、実はフロントが 48% のリアが 52% です。リアヘビーだったんです。先ほど言いました、この年に私入社しましたですね、操縦安定性が悪いという話を聞きました。先輩たちに、車のですね、ホイールベースを1年後に150ミリ伸ばしてるんですよ。これ見てください。このタイヤの前のドアとの距離、初代、杉の年の、こんな広がってるんですよ。150ミリ伸ばしてるんですよ。それで、重量配分を51対50、今ほぼ50対50ぐらいにですね、これは、やはりホイールベースというのは安定性に効くんですけども、当時はコスモというのはプレス型をたくさん作ってですね、大量に作るような作り方でなくて、ほとんど手作業なものですから、こんなことができたんですね。こういうベースを150ミリ1年後に伸ばすなんていう、まあ、これでフロントミッドシップレイアウトの元祖です。で、その後これが実はこれは RX7 のこれフロントミッドシップでですね、ロータリーエンジン以外を乗せるとどうなるかっていうふうに、これは SA22C のカタログの中にあるものなんですけども、まあ、ロータリーエンジンの良さをフロントミッドに搭載できるということですね、カタログの中で訴えています。それを継承して、SA、FC、MD、それからロードスターも全て5050に持ってくるという。なぜか、これも実は理論的にはもう、ニュートラルステアが加速をしようが減速をしようが関係が変わらないっていうのはもう理論的にもう誰が考えても当たり前のことなんですけども、こういった車を作るかどうかのところに差があるんですね。で、オーバーステア当然巻き込むから、元のラインのためには修正するんだ、これだを減さなくて、アンダーステアは修正のためにもっと切らなくてはいけない。ロードスターに乗ったら運転が上手くなった気がするっておっしゃる方がいる。つまり修正操作がなくなることにおいて上手くなった気になるっていうのは、ですからマツダは絶対5050で車を作り、それを守り通してきているんですね。実は重量配分というのは時間が経ってきても劣化することがないですね。重量配分の悪い車を例えばブッシングとかいろんなもので調整してニュートラルに近い味にしても、時間が経ってくるとそこが変わってくると素の味が出てくるし、もちろん限界ではその味が出てしまうということでですね、絶対にニュートラルに作りました。でもう一つ大事なのがですね、この人間のこれ耳の中三半規管なんですけど、ここには、まあ、主にこの陽の加速度センサーというもの、これは自分の頭の位置と同じだと、この耳で動きがよく分かると思います。だから重心位置に人間をいかに乗せるかっていうことが大事だと。皆さんこの中にキャブオーバートラックに乗られたことあると思いますね。キャブオーバートラックっていうのはホイールより前に乗ったらハンドル切るとまず人間が横に動いていくんですよね。重心に座ってないから。それを考えると重心がいかにいいか、
そのために50、50を、かつそこの位置にシートを持ってくる、人間の頭を持ってくるというのが大事かと。あと順番言いたいんですけども、平井さん、これがなぜロードスターを作ったかの話は、先ほど福田さんもおっしゃったようにですね、その話だけでもう1時間以上かかるこうなんですね。山本健一さんは1986年世界自動車会議の経営者セミナーでですね、完成市場と完成工学、ここで初めて完成エンジニアリングという言葉も作られた。でこの時代ちょうどですから、山本さんが講演をされた時に、車はもう少し人の感性に歩み寄った性能を備えるべきだとおっしゃってですね、先ほどの話につながると思うんですね。で、季節してプランをされてたのがロードスターだったんです。もう一つは MPV というのがあったんで、ね、これはですね、感性喪失プロセス。感性って皆さん、なぜ自分が楽しいとかですね、すごいって発するかっていうのは、感覚から言えばですね、目から光が入るだけなんですね。それを電気信号に変えて知覚で、大事なのはこの記憶に照合してですね、今の状態は過去のどういったものに合ってるかっていうことを照合して、例えばスピードを前よりも速いと思った時にすごいと思ったりするわけですね。でそれが、感情として表現する、声を出すとかすごいというふうに手を挙げるとかですね、そういうことになるのは、ここの平衡系というところで感情が生まれるんですけども、実は前頭葉でそれを抑えるっていうんですね。この反撃というものが生まれないと、人間いろんな表現もしないし、実は記憶になぜ残るかというと、感激の大きさなんですね。今日ここに皆さんいらっしゃって、感激するものがあれば MRI のあの話って言って思い出されるはずなんです。ですからこの感激をいかに多く起こすものか、福田さんのデザインを見られて、あ、これはすごいと思った途端にそれが記憶に残るんですね。そういうものが実は感性の、でこの記憶をたくさん置くことによってですね、その感性が磨かれるとかですね、そういうことになる。ただ非常に心臓急にポンとですね、過去のイメージと合わせて、これはどうだ、特にこの味覚とか嗅覚というのはですね、嗅いだ瞬間とか食べた瞬間に判断しないと、毒を食べた時にですね、そんなものを味わってるものはないです。すぐ判断するんですから、もうそういったものはもう早く結論を出すようなことに人間になっているんです。ですからいろんな車に乗ってても、エアコンの香りがするとかですね、外のいろんなものが混ざってきますので、感性というのは非常にコンプレックスで、要は経路がまちまち複雑だということです。で、ロードスターの変革はこういうふうにですね、もう4台目までいきました。人馬一体というのはですね、実は平井さんがお嫁になるときに、たまたま私が平井さんの前の席に座ってました。小早川さんから RX7 の主査の、任命をいただいて、平井さんの前にですね、高校で辞めることだとって言われて、辞められたんですけども、その時に、理由は後から分かったんですが、私が主査としてやる時にですね、やっぱり後世残すために、完成エンジニアリングという、これ SE ペーパー、これは3代目を開発する前にですね、実はご存知のように2代目というのはほとんど初代のデザイン変更でしたね。中身は何も変えなくて、ですからレギュレーション対応するヘッドランプを固定式にするとかですね、エンジンも同じ、メインのフレームも一緒でした。パーツって同じものもあるぐらいだから、3代目の時にゴロッと変わる時だった。でどうすべきか、今日いらっしゃるジャーナリストの方からですね、人馬一体はもう古いよというふうに言われました。でも人馬一体に対してですね、平井さんとこの感染エンジニアリングという論文にまとめてですね、守るべきものを定義したっていうのが、これを一緒に出したんです。それは車の形を美しさとか楽しさで表現する、創造的破壊、シンプルイズザベスト。この創造的破壊っていうのはですね、いろんな基準っていうのが、テスト基準であったりいろんな基準ありますけども、
時代遅れのものをずっと守ろうとする、まあ、それは過去のデータと継続性があるという意味で大事なんですけども、やはりもう破壊すべきタイミングもある。これの一つがですね、最低地上高、最低地上高はマツダの基準では135ミリって決められてたんだよね。135を切ると路面干渉を起こして問題が起きると。でも平井さんは110を20ミリ下げたいと言われたんです。だから実験連中はみんな反対したんですね。そんなの市場から問題が出たらどうするんだ。平井さんは俺が責任を取る。責任なんか取れるんですよ、ね、俺が責任を取るってですね。で実はその裏で130を20下げた時に問題がないかっていうのをいろんなところでテストしましてね。ただやっぱりパワープラントフレームのボルトがね当たって切損するという問題が起きたんです。まあ、時代とともに路面も良くなって最低地上高を上げてもいいという全体はあったんですけど、問題も確かにあったんです。まあ、実験ということも一理あったんですけども、まあ、そういうふうに、ね、古いものを守るというのを崩すタイミングというのがあるし、それをやらないとダメだということです。まあ、これはシンプルはいいと思います。まあ、人馬一体というのは要は工学的手法で人馬一体を作り出そうと考えたんです。これは平井さんまとめておくの話です。それからいろんなやぶさめの人馬一体、これこそ要は馬と伊手があたかもこうコミュニケーションが交わせたような状態、これでうまく矢がいることができるという状態を車の中に作ろうと考えた。それからこれは広島の上田倉庫流という茶室なんですけども、態度感とか緊張感、茶室というのは上田倉庫流というのは武家茶でですね、こう武士が精神収容する場所として、つまり車もドアを開けて閉めて乗った途端にここから自分が車って皆さんどう考えられますか。車は自分を移動させる体の一部ですよね。ですから車というのが本来動物が持っている能力以上に自分を動かせるんです。ですからぶつかると死んでしまう。自分のスピードで歩いてったり走っててですね、ぶつかって多分死ぬことはないし怪我するかもしれない。そういうものと付き合ってるんだということを自覚しないといけない。車に乗った途端にですね、ある意味の緊張感なんかを持つ、これは武士の茶室の考えに通ずるところがあるというのが平井さんの思い、まあ、私もそういうふうに思います。それからハンドルを切るときに車が剣道の構えのようにですね、どちらから撃たれてもどちらにハンドルを切っても反応が即座にするという構えを持った車っていうのが必要だということです。これはトーイントーアウトのアライメントとかですね、いろんなセットに通ずる。それからこれはまあ福田さんの領域のボディの美しさを、これ悲哀と微笑って小面というですね、能面のこれはあの田中俊二というこの馬のデザインをした人がそういう思いで奥さんが能面を彫ってたんで、それを車にも取り込みたいということで、まあ、それで出来上がったのがこの初代の車ですね。いかに美しいか、いかに楽しいかというものがロードスター。それをこんな車が追従してくれました。ほとんど死にたいと思った。23年間マーケットブランクだった。車いなかった。で、まあ、4代目まで続きました。で、100万台まで行きました。実は平井さんが乗られていた車をですね、マツダに寄付してくれたんですね。で、このあと先ほどの論文を書くと言いました。まあ、伝統に学ぶといいますか、平井さんの実は語録が出てきます。平井節、これ広島弁ですけどね。スポーツカーには何でもつけようとせることよ。少しぐらい抜け取っても尖った面があった方がええ。優等生は面白くない。足を引っ張るやつは必ず気をつけよう。木島さん、欲を書くな。いや、これは本当に言われてですね、さっきどういうふうにするかということに対して、まあ、考え方なんですね。平井さんがおっしゃったこと、例えばキーレスエントリーをつけてくれって言われたんですね。
キーレスエントリーを重量を見るとですね、やっぱりつけるだけアクチュエーターの重量とか増えるんです。それからパワーアンテナがですね、あれモーターの重量、こんなもの手で引っ張ればいいじゃないかって言われたんですよ。一番ひどいのはシートを1インチ伸ばしてくれってアメリカ言ってきたんですよ。もう1インチ伸びたら190以上の人でも乗れるから、平井さんは背を縮めてもらえるそれくらいですね、もう徹底して。でもそんなことは言えない、あのロードスターがあれだけ売れると思わなかったんですよ。ですからもうスポーツカーと認識しない方にもたくさん買ってもらったから、自分が乗ってる別のセダンと比べて便利が悪いものを全部要求してくるんですよ。キーレスがないなんてとんでもないところですね。でもそれを全部聞いてて車を作るとダメだっていうことを、ね、平井さんから教えられました。これは難しいです。社内でもマーケからいろいろ言われます。トヨタさんの装備に負けとるんですね。で、まあ3代目はカーブ材でいただきました。楽しさを形にというのが受賞理由でいただきました。これは4代目もこれでいただきました。ロードスター社の戦いって言うんですよね。戦いました。確かに戦ったんですけども、今年の1月のですね、自動車技術会の感性豊かなものという技術者の葛藤ということを題してね、特別寄稿をしてくれって言われて、まあ、書いてますのでですね、これ読む機会なければまたそうします。ここに初代の話とかですね、2代目、3代目、4代目もちょっと話を聞いて書いてますけどね、理論的にとか、先ほど言いましたロマンというものが実現できるかどうかっていうのはエンジニア、特にスタイリングのエンジニアなんていうのはそれをやりたいと思うんですけど、会社にはファイナンスの人間必ずいるわけですね。その人たちの指標はお金なんですね。当然投資に見合った回収ができるかって、それを実現するのはエンジニアなんです。これを作りたいってなくて、作るために何を投資を抑え収益を上げるためにはコストも下げなくちゃいけない、そういうことに対してですね、きちっと目標を決め、それを具現化するということがですね、どの年代も、市場はそういったことは関係なく自分の要求、まあ、皆さんも要求したいことたくさんあってですね、要求してくると、それは聞かなくちゃいけないけども、それを採用するかどうかっていうのはやっぱ別の判断が必要だっていう、まあ、それは一番手段としての挑戦の部分だったかと思います。マツダのここが1967年、ここですね、 RE がここから開発始めて、ずっと一次ショック、二次ショック、バブル崩壊、リーマンショックで、ここで2015年、6年、トヨタの業務提携、トヨタさんがもっといい車を作ろうとおっしゃったんですね、会見の時にね。その時に秋葉社長が着せず知って人馬一体な車を作っている松田さんとトヨタの思いが同じだからいい協業ができるというふうにおっしゃって、人馬一体という言葉を使ってもらったので、あ、これはいいものを残せたかなと平井さんと一緒にですね。で、実はここにフォードって書いて、ここから入ってきた、1996年からですね、ここまで入ってきました。ここは約20年で、フォードから学んだことというのが先ほど言いましたロマンとソロバンの、ソロバンの方ですね。ソロバンはとにかく、フォードはソロバンを、例えば品質問題ってあるんですけども、何か問題を起こすとですね、対策をしなくちゃいけない。当然お金かかりますよね。お金かかった。例えば対策をするために1000円かかったとしますと、1000円どこで下げるのかっていうのが必ず出てくるんですよ。なぜなら上がった部分は収益落ちるじゃないかと、どう下げるのか、それをちゃんと実現性をチェックするまではですね、 OK してもらえないんです。もらえませんでした。まあ、そういうことがもうマツダの中ではちゃんと染み付いてると思います。で、マツダの商品全部にズームズーム、人馬一体、今みんなの車ですね、こういうふうにこのロードスターをベースに、いいこと書いてある、人生のドライバーになろう。ちょっ
ょっと学生フォーミュラを駆け足で、学生フォーミュラはですね、実はここに社会人基礎力って書いてあるんですね。最近の学生っていうのは即戦力にならないと、入社しても使えないと、即戦力になる学生を育てるプログラムを遂行する大学には補助金を出そうって文科省から言ってもらって、私は絶対学生フォーミュラを通してね、ですからものづくり工房と称して、私の研究室にはコンピューターから旋盤からみんな置いてですね、フォーミュラを毎年やらせてます。でこれは愛に踏み出す力とか考え抜く力、チームで働く力、技術的技術者、こういったものを身につけさせるためにですね。でこのプログラムは実はアメリカから来たんです。アメリカの車って日本でトランプさん買わない買わないって言うけども、やっぱり業界の人に努力が足りないと思ってですね、今からもう30年以上前に学生フォーミュラを始めてるんですよ。それは教室の中だけでは優秀なエンジニアは育たないというコンセプトのもとですね、ものづくりを通して学ばそうと。でこれを、まあこれ工房です、私の中で。フォーミュラ大会っていうのはもう今参加90校以上で、ここには毎年山口教授さんも来ていただいてですね、指導をいただいてます。で創造性に満ちた感性豊かな技術者、これは私の言うところの去年ですね、98校中34位でした。で自動車工業会会長賞をいただいたんですけど、まあ、各の例を、過去はですね、実会大会から参戦して、52、57、61、48、20でちょっと落ちて、これチェンジレバーが折れましてね、34位になった、まあ、少しずつ上がってはきてるんですけども、こういうことで次世代のエンジニアを育てるということでですね、こういうことでも物に触れて学ばせるということをですね、マツダでいろいろ学んだことをベースに若い人たちに教えているのが現状でございます。どうも駆け足ですよ。これは今年のマシンの設計です。 3D でこういうふうに作ってですね、今まさに材料を用意して今から制作に入る段階です。今年の9月が大会です。はい、以上でございます。ありがとうございました。